どうもこんにちは。今回もタレコミ情報をお伝えしていこうかと思います。今回はですね、口座の残高0円でも10万円まで使用できてしまうという、こんなね、おかしなデビットカードがあるんですよ。いや、これね、お金なくても10万円まで使えちゃうんですよ。10万円誰かが立て替え払いしてくれるんですよ。もちろん、これ、後々払わないといけないのは同じですけども、デビットカードでこの機能があるってのは珍しいですよね。デビットカードといえばクレジットカードとは異なって使用時に口座から即お金を引き落とされるのが特徴のカードなんですけども、そのためにね、口座にお金が入っていなければその限度額が設定できないっていうのが建前ですよね。3万円デビットカードに入っていれば3万円までならカードが切れますよっていう形で5万円は切れないわけですよ。しかし今回ね、紹介するイオンデビットカードこちらの方はですね、使えちゃうんですよ。イオンデビットカードってのは現在 JCB とビザの2種類あるんですけども、今回ご紹介するのはイオンデビットビザカードの方です。このデビットカードには口座残高が足りなくても使用できてしまうバックアップサービスってのがついてるんですよ。例えばね、5万円の商品をイオンデビットビザカードで購入するときに、口座に2万しか入っていなくても残りの足らずの金額はバックアップサービスが面倒見てくれるんですよね。で、10万円までこのバックアップサービスが効きますので、極端な話ね、全くデビットカードにお金が入っていなくても、とりあえず10万円以下だったら決済できるってことなんですよ。ね。いや、これを使ってですね、またいろいろと思いつく人がいるんじゃないですか。当然ですけども、イオンデビットビザカードには審査があります。こちらなんですけども、まずね、無審査のイオンデビット JCB カードを作って、その後にイオンデビットビザカードを作ると、結構スムーズにできちゃうんですよ。はい。ということなんで、情報として垂れ込ませていただきました。悪用は厳禁です。それでは、お疲れ様です。